はい、こんにちは、カズボです。マザー3続きやっていきたいと思います。前回ですね、このね、森が燃えてまして、それでね、燃えてるところを奥でね、子供助けましてね、この子ですけどね。それで帰ってきた時に、もうそろそろね、この方の、妻と子供がね、家に帰ってるはずなのに帰ってなかったと。それで、ちょっと森を探そうというところでね、こんな雨降ってるので、村総出で、ね、探してるんですけどね。そしたらこの爪痕がすごいいっぱいあって、木が倒れてて、これで帰ってこれないんじゃないかってところで終わりました。すごい気になるところですけどね。うちの親さんがいるからすぐに終わりますよ。さらに俺とアチャトが足を引っ張るから怖いものなしですわ引っ張るのかよ、ボケツッコミやってます皆さんたちまだ見つかってません。問題なしです。見つかってないのが問題でしょうが、ペコリこの状態でね、フリート、くれぐれも気をつけろよ。どこに何が潜んでいるか分かったもんじゃないからな。なんかいそうですよね、この爪痕ね。父ちゃんは気合で生きてる人間なので、普通の人とは違うんです。フリートさん、父ちゃんは頑張ります。気合で生きてる人だってすげえね。俺ができることはこのくらいしかないんだ。ここは俺が引き受けた。フリートはずんずん進んでくれ。行こうか。避難さん、無事だといいけど。ヨーネルたちがあっちの崖の下に集まってるよ。何かあったのかな。じゃあセーブしておこうか、怖いから。お気をつけていってらっしゃい。次にはお帰りによろしくね。さて、爪痕がだんだんなんかひどくなってるような気はしますけど。お、森の小さな生き物たちも変になっちゃってるし、妙に胸騒ぎというか、何か不吉な予感。あ、いえ、いい意味で、いい意味で不吉な予感ってことです。ドキドキ。いい意味の不吉な予感なんてあんのかって話だね。わしの推理ではおそらくドラゴがここを登っていったんだろう。最初言った体当たりの練習してた人だね。見ろ、あの爪痕。間違いなくドラゴのものだ。しかし、あのおとなしいドラゴが岩がえぐれるほどの爪痕を残すなんてわしには信じられない。森と人と動物とわしに何かとても良くないことが起きてるような気がする。さて、どうした？オニー、フリント、オニーが何か見つけたみたいだぞ。あ、あれを見て。あんなところに布系が。ほら、あそこに赤い。どうした？この崖の上に何かあるのか？上杉さん、あんたまで来たのか。残念だが、年寄りが一人で増えたところで。何の役にも立たんよ。さて、登れないよね。おお、フリントか。もしかしてこの崖を登るつもりか。気持ちはわかるが、この絶壁はいかにも危険だ。もしかするとわしの息子が役に立つかもしれん。うまくいくかどうかわからんが、とにかく呼び出してみることにしよう。ちょっとボニーを借りるぞ。ボニー、わしの息子をここまで連れてきてくれ。わしの息子の名前は、ほい。お任せ、ダスター。僕ですか？ダスターじゃ。わかるか？また名前入れるとこ出てきたね。ほれ、この靴下の匂いを、む、きつい。しっかりと覚えるんじゃ。犬の嗅覚は確かにきつい。首輪に黄色いリボンを巻いてやったぞ。そのリボンを見せれば全て伝わるはずじゃ。頼むぞ。ああ、僕に任せて。
おお。すごい優秀な犬だね。ダスター、お前が子供の頃から練習してきた泥棒術を試す時がついにやってきたぞ。今この場で見事あの壁落ちの技を成功させてみる。練習だけはやってきたけど本番は初めてだ。うまくいけばいいが。ここなら登れそうだな。壁放置の術。さて上に何かあるんでしょうかね。これで多分大丈夫だ。フリント、気をつけて登ってきてくれ。雨が上がったみたいだ。俺は足が少しばかり不自由だが頑張ってついていく。一緒についていってくれ。連れてってくれだね。はい、ダスターと一緒に行くことになった。ひなの服の色だった。マジか。服の切れ貸しを手に入れた。さてどっちだ。お、好みか。やんちゃなモグラ。まあ道具は結構あるね。おい、フリント、誰かいるぞ。なんだあれは。人間なのか。何をやってるんだ。
改造カリブ。あれがやばいね。おお、危ね。これそうだね、あれがあるんだ、あの音楽攻撃みたいな。危ないね。ガードしといた方がいいか。泥棒グッズ、壁放置。張り付いた。動けない。強いね。あ、倒した。ちょっとレベル上げた方がいいか。さすがに。さて。チュンチュン、スズメアドバイス。今から特技について説明しますね。突然ですいません。あなたにも他の皆さんにも戦いの中で使える特技があるんです。特技といっても人それぞれでグッズを使っての特技だったり、体を生かしたものだったり、詳しくはスタートボタンでメニューを出してそれぞれのステータスから知ることができますよ。皆さんのせっかくの特技使わないのはもったいないです。では最後にスズメらしくだそうです。特技。あ、そうだね。こんなんあんだね。がっちり固める。ディフェンス上げる。そうだね、そんなんあるわ。壁放置、匂いを嗅ぐ。情報や弱点がわかる。なんかすげえの作ってたね。でもなんか道具とかやっぱ欲しいよね。あ、フリントさん、ダスターも無事で、本当に良かったよ。みんなはさっきの大木のところが通れるようになったから先に行ったよ。ライタとイサクさんたちが頑張ってくれたみたいなんだ。ね、あの、ずらしてくれるのか、じゃあ。泥棒術が役に立って良かったが、問題は何も解決していない。そうだね。みんな寒そうだな。俺は暑いくらいだけど。敵がそして強いわ。寒い。ひなさんも風邪をひかなきゃ、ハクション。いいけど、ズルズル。フリント。子供たちが見つかったらしい。二人とも川を流されてきたみたいだ。ボニーは俺がここで面倒を見てやるから、早く行ってやで。来い、ボニー。子供たち見つかったって。でもお母さんの服の色が、の服があったよね。これ回復できないのかな。ひなさん、いい人だからきっと神様が守ってくれるよ。子供たちはテッシーが面倒を見てるらしい。早く行ってやれ。フリントさん、子供たちは見つかりましたよ。やった、やりましたよ、フリントさん。みんなで力を合わせたらできないことはないんだね。
できてから言うなよ。しかし皆さんきっとどこかで雨宿りしているんだよ。この森は竜参りの村人を傷つけるようなことは絶対にしない。ひなさんを傷つけるようなことをしたら俺はそいつをやっつけてやる。たとえそれがダンゴムシでもアリンコでもな。容赦ないってことだな。てって笑っていい場所なんかどうかわかんないけどね。セーブ場所が結構あるね。やられっかもしんないね。この調子でいったら回復がなくなっちゃってるから。だから温泉とかで回復できるよね。そんなことしながら敵倒して好みパンいっぱい集めるしかないね。あ、フリント出した。こっちだよ、こっち。お、お父さん。フリントさん、ジャナイカティーが入ったわ。体が温まるから飲んでね。皆さんも一息ついて温まってください。よかったですね、子供たち見つかってね。お、動かせます。よく無事だったな。本当によかった。ひなはまだ見つかってないけど、とりあえず日に当たって温まった方がいいよ。このままだとフリントが先に参っちゃうからさ。ひなさんはまだ見つかっていないみたいなんだ。一体どこに行ったんだ。クラウスたち、お母さんが帰ってきたら何食べるのかな。早く帰ってくるといいな。クラウスたちどこから流されてきたんだろう。無事で本当によかったな。お父さん、二人とも川に流されてたみたいなの。かわいそうに。フリント、フリント、なんというか、とにかく落ち着いて聞いてくれ。いい知らせとそれから悪い知らせがある。どっちを先に。いや、まずいい知らせからさせてくれ。どでかいドラゴンの牙を手に入れた。こいつは最高の武器になる。お前に使ってもらおうと思ってな。悪い知らせは、悪い知らせは、そのドラゴンの牙を発見したところだ。そいつはあんたの神さんの心臓に突き刺さっていた。フリント、しっかりしてくれ。クラウスやルカが無事だったのはきっとヒナーさんが命を懸けて守ってくれたからなんだ。フリントさん、フリント、フリントさん、なんて言ったら気を確かに。フリント、クラウスとユカの前だぞ。お前がそんなんでどうするんだ。すげえ辛いねこれね。
はい。辰参り村の留置場には、今まで一人も入れられた者はいない。お前が記念すべき第一号だぜ。フリント、まあ、さっきの場面ですけど、自分も、まあ、ね、妻と子はいますけどね。まあ、妻がああなったら、こうなりますね、多分ね。まあ、子供見てる前だけどね、すごい気持ちわかるね。ということで、もうこれは涙腺崩壊する部分なんでね、ちょっと続行不可能かな、みたいなね。うん、フリント。お前が殴っちまったオリーとアボットは、もう元気になったよ。ヒナさんのことは、心からお悔やみ申し上げる。それにしてもあのおとなしいドラゴがどうして人間を襲ったんだ。ちょっとの間お前もここで休め。辛いだろうが今は眠れ。ヒナさんの胸に刺さっていたドラゴの牙、あれは俺が預かっている。ここを出られた時に俺の家まで取りに来てくれ。忘れるなよ。はい、ということで動かせますね。ということで、とんでもない悲劇ですね。まあ、自分ちょっと初見じゃないのでここは知ってたんですけど、知ってたといえど、まあね、まあ最初のパート1でね、こうなりますよってまさか言えることじゃないので、まあパート3でね、まあこういうことが分かったわけですけど、まあ何度見てもね、やっぱ悲しい部分ありますね。まあ、初見時は自分まだ結婚もしてなかったので、まあそれでもね、結構辛い場面だなと思いましたけど、やっぱりね、その、なんだろうね、守るべき人とかね、そういうのできたりとか、やっぱ家族をね、まあひなわさんに置き換えると、まあもしそうなったらって考えたとき、そのフリントがね、自分自身だって考えたら、まあすごい辛いと思います。あれね、これはね、ちょっとまた人事じゃないような感じですね。まあ自分の知り合いとかでも、まあこれと同じ目に、まあ、同じっていうか全く同じじゃないけど似たような目に遭った人もいるので、もう本当にね、その人ね、辛い思いしてるの分かってるので、やっぱりね、本当にね、まあ他人事なんかも分かんないけど、決して他人事ではないなと、そしていろんなことを分からせていただけるのが、まあこのゲームだとも思ってますので、そうですね、まあゲームだけどゲームなりに、まあそういうね、なんだろうね、まあ人の、まあこういうの大事なんだろうなとかね、まあそういうのを学べるゲームだと思いますので、まあ辛いですけど、それをまあやっぱ乗り越えるのもやっぱ大事であって、でも決してね、あってはならないことなので、まあそういうことにならないように学んでいくっていうね、まあゲームの中でもこういう人間関係とか学べるところがあると思いますのでね、本当に、まあなので今流行りのね、なんかこのネットだからとかいろいろあるでしょうけど、それでね、家族亡くされた人とかって同じ気持ちになってるので、それを考えたらね、まあ物は違えど、すごい、一緒なんで、そこはね。弱いからとかじゃなくて、人間弱い人もいますんで、それをね、強い人は守ってやらなくちゃいけないって自分思ってますので、まあそういうこともすごい分からせていただける作品だと思いますので、まあ今後ね、どういう展開を迎えていくんでありましょう。ということで、今回ここで終わらせていただいてて、次回ね、まあこの、やっぱ自分もね、その落ち着いたら、パート4、まあ、収録していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。